皆さんこんにちは。私たち原宿発生の神宿です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいですかこれ参加して。あれ緑がいる。ワンドズライブマックス仲良しのメルヘンクリーンのベースタントミューピコと望月ミューです。今日はレンタルされてるぞ神宿に。イエーイ、やったぞ。まあね、あの私ね、ミュージーさんとね、ディズニーにね、こう遊びにね、行かせてもらったことがありまして、その時に気づいてしまったんですよ。なんだ、不思議の国のアリスオタクということを。何かそれはそう、しかも結構ガチのやつ。はい、というわけで今回の企画はですね、不思議の国のアリス検定。イエーイ。はい、なんぞ不思議の国のアリス検定というのは、あの不思議の国のアリスについてのクイズが出されるんですよ。はい、で10問ありまして、それをミユチ VS 神宿メンバー、この3人と戦っていただこうと思います。大丈夫かな。敵が多いよ。ノリの3つじゃんだって。あ、でもまだまだ大丈夫です。ねえそういうね、不思議の国のアリスのね、検定のね、サイトがあるんで、これでやっていこうと思うんです。はい、はい、はい、というわけで皆さんスマホを用意してください。はい、え、ちなみに3人はアリス見たことある？アリスは見たことあります。そうだよね、なんとなく。なんとなくやばい、うちら大丈夫。もう何回も見てる。うん、そう、家でずっと流し。おお、でもアニメーションの方だから、それがアニメーションのやつかどうかによるかな。アニメーションしかしないから流してるということは、もう脳みそアリスだらけということですよ。あ、はい、じゃあそれでは早速対決していきたいと思います。イエーイ、いきます。はい、第1問。テレン、一番最初にアリスが追いかけた人物は誰でしょう？4択。1、チシャネコ。2、シロウサギ。3、トランプの兵隊。4、3月ウサギ。もう選び終わりました。はい、やりました。はい、続いて第2問。はい、デレン、天井の低いホールにたどり着いたアリス、そこで首に紙切れを結んだ小さな瓶を見つけた。その瓶には何と書いてあったでしょうか？あ、もう早い、もう終わっている。見えるもんがスンと終わっている。さあ、神宿チームは OK です。 OK です。 OK。 はい、それでは第3問に行きたいと思います。アリスが公爵夫人の家で出会ったのは誰？1、公爵夫人とメイドと犬。2、公爵夫人とカエルの従者とチャネコと赤ちゃん。3、公爵夫人と赤ちゃんと女コックとカエルの従者とチサネコ投げ。4、公爵夫人とチサネコと女コック。え、違う。え、どれです？せーのでさ、これは結構悩んでますね。せーの、痛くないの。おーっと、ミューチーのアリス魂が出ている。間違いなくない。お、選びましたよ。煽ってくるみんな。分かった、でもここはかけていこう。おお、大分けに出た。はい、第4問。アリスが森の中で出会った青虫に暗唱した歌の名前は何？なるほどね。決めました。決めた。はい、大丈夫。さあ、それでは第5問に行きたいと思います。帽子屋たちが開いていたお茶会に参加したアリス、そこで参加者の一人の山根が話した話の中の三姉妹の名前は？1、エルシー、リリー、ティリー。2、エルシー、ラリー、ティリー。3、エルシー、ナタリー、ティリー。4、エルシー、レイシー、ティリー。え、エルシー、レイシー、エルシー、レイシー、ティリー。これもね、アニメーションないんだよ。これ難しくないか？わかんないわ、これ私も。3、悔しいな。可愛かったか。第6問。アリスがたどり着いた庭に3人のトランプがいて、白いバラに色を塗っていました。何色を塗っていたでしょうか？1、赤。2、黄色。3、ピンク。4、青。これはね、もうね、あれですよね。これはもう分かる。分かると。これはもう分かる。なんでもうちょっと最初の方出してくるの？ねえ、何で今に出してくる？さあ、第7問。定年。ハートの女王の提案で、ニセウミガメに会いに行くことになったアリス、案内役は誰だった？1、白いウサギ。2、公爵夫人。3、グリフォン。4、チシャネ
猫、うん、これも違いますね、アニメーションじゃないです、うん、はい、OK ということで次の問題に行きたいと思います。第8問、ハートの女王の元へ戻ったアリス、そこでは裁判が行われていました。その裁判の内容は何でしょうか。あと2問じゃん。そうです、続いて第9問、ハートのジャックの裁判で最後に証言を述べたのは誰でしょう。1山根、2三月ウサギ、3アリス、4ウリモン。山根って何。山根なんかあのオーラルミーニングアンガールジャガ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 、何だろう。はい、というわけで最後の問題です。はい、最後に私から質問です。この検定はどうだったか。1面白かった、2普通、34面白くなかった。さあどれでしょう。どれにしようか。即決してどれにするかな。はいはい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。2問くらいしか合ってなさそう。というわけで結果発表の方に行きたいと思います。答え合わせ、はい、ブルーシティリンテン。はい、どうですか。アリス好きだからこの展開ある。あれ大丈夫、すごい申し訳ないんですけど、何まず逆を聞いてないよ。ありがとうございます。聞いてねえよ。いや、聞いたい。こういうのあるじゃないですか。ラッピー最近たまに楽屋でやってるものもある。それではミュージーの罰ゲームまで3、2、1。じゃあ、ジャイアンやります。はい、アーチにもう一回カウントダウンしていい。4、3、2、1。おい、伸びた。ちょっと待って、お前、何やってんの。伸びたくん、声が変わった。ドラえもん、ドラえもん、かわいい。君はいつもそうやって。私、ここでこんなことになるなんて。何か告知とかあれば。告知ね、もう全部飛んじゃったよ。どうするみたいな。ですね、バンドでないもマスク仲良しは、メジャーセカンドフルアルバムを、4月の3日にリリースしているかもしれない。はい、するです。全曲新曲となっております。ぜひ見てほしいのと、あと5月19日の日比谷野外音楽堂のワンマンを皮切りに全国ツアー始まります。こちらもチケットをゲットして会いに来てください。待ってます。楽しそう。最後いいな。以上、私たち原宿初生のカミヤドでした。チャンネル登録高評価よろしく。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。バッテンポ遅い全部。ありがとうございます。めちゃぶりに対応できる。辛いは普段やってないから。撮ってるじゃん。撮ってるでしょ。